親指くん301親指くん、マオ、マシュマロ、リコール、ミッキー、トモチ、ユリコ、ユイ、あやたかいらっしゃい。秋に、なあ、トラミン、ココア、ミッキー、ドロンコちゃん、ウト、子猫いらっしゃい。おはよう、マユいらっしゃい。アドサいらっしゃい。寝れなかった、トッピーらしい。あこさん喜んでるよって。なんか俺付き合うって言ったの、ごめん酔っ払ってた、覚えてない。あんまりしらすいらしい、しゃぶり猫いらしい。あみやびくんとね、カレンちゃんね、昨日見てた夜。私が死にそうな時にリスナーは何も助けてくれなかっただろう。住所もバレてるのにとか言って、こうリスナーにこう足の裏見してやってたよ、カレンちゃん。どうかしてるよ。俺はね、ああいうバカ、そんなバカじゃないから、別れたって言ってた？じゃあ別れてるじゃん。付き合ってないじゃん。じゃあ付き合ってるじゃん。ああ、別れてるじゃん。昨日夜中に言ってたよ。つか、イヤホンなくて車運転できないよ。どうしよう。イヤホンなくて。運転できないんだけど、イヤホンどっか行っちゃった。ウリボいらっしゃい。タカコバカすぎだ。池ちゃんとかああいうのが好きなんじゃない。うん、あ終わりだよ。あのみやびなんか付き合ってたらめいらしい。いや付き合ってないよ。あいこ付き合ってもいいけど、彼女いないし。ねずこいらっしゃい。付き合っちゃうか。おはよう、さっちゃん。やっぱり昨日一人でホテル行った。でもパルに言わないでっていうことをリスナーさんに言ったみたい。パルとホテルに泊まってる時に、これパル言わないでねって、俺パルとの約束があったんだけど、その約束を共通のリスナーさんから聞いた。昨日パル大阪残るんか分かんないけど、いや大阪行って、そっから岡山、徳島行って、岡山行って、で愛媛行って、リナネコとパコろうかなと思って。どんな内容、あんま言ってほしくないこと、言えないんだよみんなに。みんなには言えない内容。あ、復縁するんだ。おはよう、みつき。いや、あいこと付き合ってないと思ってたけど、なんか付き合ってるみたい。いや、もういいかなと思って。彼女いないです。
付き合ってるの愛子さん。まあ前なんかネオさんと結婚するって言ってたじゃん、タイトルで。そういうやつでしょ。勝手なことばっかしちゃダメだよ愛子さん。ねえ、そう妄想でしょ。ネオさんと結婚どうしたの。ねえ、ネオさんと結婚はするの。意味がわかんないけど、あなた勝手なことばっかして風評被害なんだけど。うん、まあ好きにしてもらっていいけど、まあ、うん、まあ付き合ってでも何でもいいけど、うん、テロップ、タイトル勝手にするじゃん、あの子勝手に。パルなんかセジとご飯行くんだって。うん、ワンワンいらっしゃい。あれやめてじゃあ愛子さん、うちのリスナー嫌なの、うん、反対してるの。タヌキしちゃったけど、うん、じゃあ付き合うの反対な人ちょっと内装して、じゃあどれぐらいか分かるから近くに来るね。あ、本当？ありがとう。花火神戸なんだ、うん、ありがとうね。よく家にいるよ。うん、おめでとうのアイテム愛子がもらってた。それ詐欺じゃん。勝手にタイトルにしてそんな付き合ってるってやってアイテムもらっちゃダメじゃんね。ダメじゃんそんなことしたら。いや愛子勝手にやってるんだよ。でミープ、ちょミープ電話しよう。昨日付き合うことになっても俺ロケットをファンタくれなかったら別れるっつって別れたんじゃないの。違ったっけ。でミープ行っていいの、行っていいの。ちょっと運転できないから、イヤホンないから。夜行くけどいいの、行って。今日の夜どっち？賛成の方が増える？いや付き合ってないよ、勝手にやってるんだよ。勝手に勝手にやられてんだよ。うん、イベント終わったらって意味ないだろう。みんな付き合ったらお前イベント飛ばないわ。ああいうこと。ゼロワンどこそれ。いや神戸行ってその長居しないけど、そこからもう岡山か徳島一気に行っちゃうつもりだけど。うん、イヤホンない。もうどこ行ったんだろう。運転中できないじゃん。もう緊急事態宣言。それはどうしたの。うん、岡山来ないでほしい。何なんこのムカついてきたな。あ、いた。ちょっと待って。